まだツアー待っててくれてありがとう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、さあ第36回大阪モーターサイクルショー2018、はい、これからこちらのステージで行われるのは NFJ モーターサイクルスポーツステージということで、トライアルのライダーとモトクロスのライダー、はい、ご登場いただいてお話を伺っていきたいと思います。今回のモーターサイクルショー、ラブバイクというテーマがありますので、そんなラブバイクの話も聞けたらええなと思っております。そうですね、はい、まずはそのトライアルやそのモトクロスというこの土系のですね、はい、まあ、競技について彼らにじっくりとお伺いしていきましょうね、はいはい、それでは早速ご紹介させていただきましょう。HRC クラブ三谷所属、 FMJ 全日本トライアル選手権 IAS クラス2017年ランキング1位獲得、小川智之選手、世界初でどうぞ、チャンピオン、国際 A 組スーパークラス2017年度のチャンピオンです、よろしくお願いします。さあ続きまして、ヤマハファクトリーレーシングチーム所属、 NFJ 全日本トライアル選手権国際 A 級 S クラス2017年ランキング2、黒山健一選手、こんにちは、世界初でお迎えください。HRC クラブパワークラスと NFJ 全日本トライアル選手権レディースクラス2017年ランキング2位を獲得しています、児玉恵梨香選手。さあそして次のライダーはモトクロスのライダーです。所属チームベースレーシング、 NFJ 全日本モトクロス選手権 IA1 クラス国際 A1 クラスの2017年ランキングは10位です、児玉陽平選手、小島選手いらっしゃい。さあこの4名のライダートップライダーたちをお迎えしてお届けしたいと思います。はい、参りましょう、はい、ではお一人ずつですね、せっかくなので最初に、一言いただいてもよろしいでしょうか。ガチ小川さんから一言ずつメッセージいただきたいと思います、はい、皆さんこんにちは、トライアル国際 A 級スーパークラスの小川智之です。今回 MFJ のステージということで、トライアルの回ですよね。そうですよ、はい、トライアルの回をいっぱい喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。それでは黒山選手お願いします。こんにちは、ヤマハファクトリーレーシングチームの黒山健一です。なかなかトライアルご存じない方たくさんいると思いますけども、まあ、知って、帰っていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ児玉選手お願いします。はい、HRC クラブパワークラスの児玉ありかです。全日本トライアルレディースクラスを走っています。今日はまあ、女性一人なのでレディースクラスのことも話せたらなと思います。今日はよろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあ小島選手、アウェーな感じしますけども、トライアルライダーの小島です。違うやろ。ニュースだろ。さあ、改めて、はい、ベルズレーシングで今年 IA1 全日本モトクロス選手権に参加します、小島陽平です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。素晴らしい4人のメンバーで進めてまいりたいと思います、はい、さあというわけでございまして、はい、毎年ここのこの大会っていうか、これ楽しい ね、はい、いいメンバーが来てくれるね、はい、うん、小川さんいらっしゃいます。今日はトライアルの会なんて言ってるけど、うん、ちゃんと書いてありますよね、トライアル。いや、モトクロスの小島さんもいらっしゃるじゃないですか。今日はトライアルしか喋らないです。何だそれは。まあガチさんとケニーさん、小川選手と黒山選手、そして、今年も児玉選手も、トライアルのデモンストレーションの方をね行ってくださっているということなんで、はい、トライアルのデモンストレーション見た人、はい、いっぱいいる。はい、いっぱいいる。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなどうでした？面白かった。じゃあ、かっこよかった人拍手。じゃあ、かっこよかったし、面白かった人拍手。増えた。ダブルでいったんだ。ちょっとね、1回目は、ちょっと僕たちの納得いかないんですよ。はい、ちょっと、なんかこう、不完全燃焼。何が不完全？時間配分間違えました。あー、それ時間配分間違ったら何が発生するの？小川さんが、かっこいい技を出し切れぬまま終わってしまいました。なんかそういうのあんの？黒山の喋りは出し切ったってことですよ。ほら、そっちでマーノになっちゃうわ。僕は満足です。ただ、2回目が2時から、14時からありますんで。この後すぐやんでもね、はい、そこはもうがっちりありますのでよろしくお願いします、ね、もうこうやって喋ってたら小島さんがおとなしいなってしまったよ。僕はトライアルの大先輩が喋ってます。トライアルを当然練習で乗られたことあります、はい、あ、はい、乗ってます。どうですか、小島選手、モトクロスのライダーからトライアルってどんな競技ですか？どんな競技、はい、いやもう僕らからね、結構ジャンプとかしますけど、うんうん、すごいところ登っていきますからね、うんうん、本当にこうモトクロスの迫力を超えるぐらいの、うん、こうすごいセクションを行った時に、
モトクロスで本当にこう見て迫力がすごいなって思って、で、まあ、実際、まあ、乗って本当に難しいというか、多分二輪で一番難しいことをやってるんで。なるほど、まあ、ガッツリ褒めてくれたで、ありがとうございますね。あのね、やっぱ細かいのは多分ね、小島選手、僕一緒に乗ったんですけど、うんうん、苦手だと思うんですけど、やっぱ開けるのはやっぱ得意みたいで、うんうん、いきなりこれやるのっていうのは攻めてました。なるほど、なるほど、開けっぷりがね、開けっぷりがいいから。いや、そんなん言うけど、これね、今日たくさんのお客さん来ていただいてますけど、はいはい、皆さん本当にちゃんとトライアルとモトクロスの違い分かっていただいてますかね。いや、私も昔はちょっと怪しかったです、うん、どちらもその土の上でなんかすごいところを行ってるなという印象の方が強いと思うんですけども、はい、これちゃんときっちり説明してもらおうかな、それぞれ。じゃあトライアルは何をやってるのかちょっと説明して、はい、初めて来られてる方もいらっしゃるんですか。すごい簡単に言えば、はい、決められたコース、テープですね、テープで限ら、区切られたコース内を、コースの中を、はい、いかに足をつかずに走り切るかっていう競技です。なので全く足をつかずに走り切ると勝てます。たまに手ついてもいいの、はい、手もダメです。手も頭もダメです。お尻もダメです。レギュレーションブックにちゃんと手当たって書いてる。書いてます。あ、書いてんねん、はい、転倒扱いになりますね。あ、はい、はい、なので、スタート時点では全員0点になります。で、例えばどっかで1回つけば1点、うんうん、2回つけば2点で、どんどん点が増えていって、うん、最終的にその点が必したらもん、要は0点に近いもんが勝ちます。なるほどな。で、オフローだよね、オフローだよね、はい、で、よく例えられるのがゴルフと一緒なんで、1人ずつ要はコースを走りますんで、はい、ちょっとモータースポーツで要は人と競うとはいえ、うんうん、基本自分との戦いなんです。めちゃくちゃ緊張感あるじゃないですか。そうですね。だって、はい、その集団でレースやると割と意外にどさくさまみれになんかやってしまう。そう、うわーっと言って、わーって言って、ガーって言ってってのが僕らはないです。一番向こうの人はね、その横一で担当してスタートしてるから。本当に僕もトライアル見に行きますけど、はい、あの緊張感は本当にこっちも手にこう汗が出てくるような。いやー、そう、児玉選手、今ちょっと倉山選手からそのトライアルの説明を受けましたけども、ものすごい緊張感の中でやってるということやね。そうしたら、そうですね、やっぱり、まあ、あとお客さんとの距離がすごい近いので、はいはい、やっぱ目もあったりしますし、目合いますよ、こっちやってる時に。こうスタンディングしてインするときに結構こう、うん、結構感じしてるなみたいな。携帯こうやってる人とかいる。その時どうするの。もう無です。僕らヘルメットで顔出てますから。あ、そうやね、はい、それも鼻水も垂れたりもするし。なるほどよだれも垂れたりするかもしれないし、この男前岡場選手がやっぱりそれはもう痛い時にも痛そうな顔するし。なるほど、はい、本当わかりますね。なるほどな、まあ、ちょっと女性なので、はい、こう向けられる時にやっぱりちょっとさすがに鼻水とか垂れてたらちょっと あと SNS に乗られた時にこうピーってなっちゃう。今撮らんかったそれは撮らんかった顔出てるからみたいになっちゃうんで、ちょっと皆さんご配慮お願いします。トライアルっていうのはだから一人一人やって、お客様、その見に来てくれた人とすごく近いから面白いけども、選手としてはもうバリバリ緊張感あるわけ。そうです、ね、鼻は垂れられへん、はい、よだれは垂れられへん、はい、口は開けてられへんみたいなことあるけどね。さあ、一方じゃあ小島選手、はい、トライアルそういった緊張感に対してモトクロスっていうのは何をやってるのか、どんなレースなのか、ちょっと初めて来た人もいらっしゃるんで。はい、モトクロスは、舗装されていない、まあ、ダートの土の上を、人工的にこうコースを作って、はいはい、で、まあ、本当に簡単に言うとスピードを競うというか、まあ、速さを、はいはい、競うんですけど、うん、まあ、ロードレースと一緒で、うん、まあ、スタートしてから、誰が一番速くゴールするかっていう、まあ、単純なんですけど、はい、まあ、そこに、モータースポーツ唯一の横一列のスタートが、うん、横一列、何台、はい、何台ぐらいスタートですか。まあ、一応グリッドは30台なんで、30台がもう横一列に全部、まあ、競馬みたいな感じで。横一列30台ってどれぐらいの幅ですか。このステージの幅はもうもっとですよね。もっと、それがもう1コーナーにこう全員がめがけていくんですけど、まあ、そこにこうジャンプがあったり、まあ、30分間、レースを、走り切って、まあ、その時に誰が一番早くそのゴールチェックを受けるかっていう。ね、なるほどね、はい、ただ集団で走ってるからちょっとどさくさまみれでいろんなことできたりするので、それはできますね。それはできます、言い切りましたね今。それはやってきとんなこの男。いやいや、僕はやられてる方なんで。はい、なるほどな。宮司さん、ロードレースだと、はい、最近はもう全てのデータがバイクで取られてるっていうじゃないですか。そうですよ。
そうだからあの前ね聞いたのはロードレスライダーは昔はそんなんなかったから見えてへんところ裏ストレートとかでは結構とさせたけども、最近はバレると。そうそう、今あのロードレスはごめんなさいね、はい、あの僕らの世界の話を言うと、はい、交通上に全て定点カメラがあって、あ、そうそうそう、しかも全部データが取れるんで、どさくさまみれ二段構成やったら全部それ、あと競技役員 で、ね、競技会長に呼ばれたり、うん、あとはエンジン潰れたとしてもお前回しすぎてるやないかって全部コンピューター上で出るんで、うん、どさくさまみれができへんなってるんで最近あのモトクロスもあのビデオを投入したりとか、ハイテク化してるんですね、まあ、そうですね、はい、どさくさまぎりにはできないようになるほど、はい、やられないようになるほどね、はい、僕はね、はい、今回、まあ、トライアルと、まあ、モトクロスをこの日本を代表するね、はい、まあ、世界を代表する、まあ、選手に来てもらったように聞きたいんやけども、はい、僕らのロードレース、僕ロードレース出身なんですね。知ってますよ。あ、そうですか僕たちのロードレースは、はい、例えば鈴鹿サーキットは一周どなたにでも走ることができるんです。どなたでも走ることができる。ああ、だってアスファルトを引いてるコースですから、オートバイに乗ってギアを入れてスタートしていったら1コーナー2コーナーぐるっと回って6キロですけども、ゆっくり走りゃいずれ帰ってくるんです。そうです。ところがあなたたちのコースは帰ってこれへんね。なんかそうですね、いきなり2メーターぐらい壁とかありますからね、いきなり。いや、モトクロスは行けますよ。いや、モトクロスも行けない。いやいや、絶対行けないです。いやいや、モトクロスも僕何回か行ったことありますよ、こう見えて。はい、RS 太一のコースとか行ったけど、はい、とてもやないけど、こんなテーブルトップね、あのバイクで登る気にはならんわ。本当ですか。ゆっくり走っても裏を行くって帰る気じゃないか。そうそうそう。だからそれはどういうことなの、そのあなたたちは道なき道を行くけど、うん、あ、壁が目の前にあったら登りたいなと思うの。思います。はい、もうとにかく街の中にいてもいろんなとこ行っても全部こうコースでしか見えないんですよ。じゃあ ここの今の会場で登れないとこあります？いや、もちろんあります。ありますけど、ありますけど、失礼ですけど、こう今こう皆さんこう見に来てくれたんですけど、これが例えばこう、まあヒューム感じゃないですけどね、その動かないものがあったらどうやっていけるかなっていうのを多分、黒山選手も下見はしてたと思う。今お客さんみんながカボチャになってる、もしかしたら。いや、あのね、本当にそう。今見てるお客さんが例えばそのまんま石の形に今なったらどこまで乗られば地面に落ちずにいけるかなとか、ふっと思います。安全職業です。本当に、はい、だからあの動物園に行った時の猿山、あれは最高。あと登りたいなと思う。もう登りたいというよりセクション作りますもん。ここでトライアルやらせてくれへんかなと思うね。あ、十分言えばここで試合できるなと思って。それだって小玉さんまで笑って言うてるけど、やっぱそう思ってんねん。まあ、例えば、まあ、私はちょっとケンちゃんとガスさんとかみたいな、うん、すごいとこ行けないんですけど、逆に私は、あ、ここやったらケンちゃん行くんかなとか。ああ、いや、だからもうこの環境が全部セクションに見えてんねん。もうなんか高速道路を走ってもすごいこう左右が気になりますね。なんか結構土手になってたらこれ登りたいなとか、これガッチ様やったらどれぐらい登るんやろうとか思いながらこう今見てたりして、遠征行きながらそんなこと考えてます全くだから普通の人と違う発想やね。本当ですね。それは面白いな、すごいな。いや、小島さんどうやな、それ。そう、そんなんある。僕たちあのジャンプ、うん、これぐらい飛べるかなとか。だから飛びたくなるんでしょ。これ飛べるんちゃうと思うんですよ。僕でも、ね、うん、結構ジャンプあんま好きじゃないんで、うん、そんなに飛びたいとか、先みたいに飛びたいとか思わないですけど、うん、あ、これぐらいだったらここ飛べるなとか、うんうん、そういうのはこうちょっと考えますよね。だからね、もう全然違うねんて、はい、だからそのね、僕本当にその自分でバイク乗った時に自分のトレーニングのでトライアルもやったことありますよ。バイシクルトライアルもね、近藤博さんという人に言われてやりましたね。モトクロスもやりましたけど、どれもできない。だってコース一周回って帰ってこれへんねん面白ないじゃないですか、やってできへんから、うん、全くできないことをこの人たちやってるなと思うな。土の上の競技、奥深いですね。どっちが失敗したら痛いの、うん、あ、登っていってめくれて落ちてるよね、みんな。でも、でも聞きたいな。どっちも、いや、でも多分大きな怪我はモトクロスですよ、絶対。モトクロスも飛んでから変なことになってるよね。ただ僕らトライアルは後ろに落ちるんです、うん、めくれてるよね。はい、なので例えば、ま、5メートルとか何メートルといえば壁を上がっていきました、うん、後ろに落ちるから、うん、要はその上がってきたところを見ながら落ちるわけではないんで、うんうん、もうどうなるか分かんない状態から落ちるからなかなか怖さはあります。で、しかも排気マシンも強力、ね、そうですね、下敷きになったりもしますし、できればでもマシンも潰したないって気持ちも働くんでしょ、はい、一応働きますし、バイクとやっぱ絡まるとやっぱちょっと怪我につながりますかね。かといってバイクバーン掘るのもちょっとどうかと思うんですよ。いや、でも定期で掘ってますよ。掘ってる、はい、
ええー、まあまあ、あんま大きな声では言わないですけど、うん、まあ、ヤマハのバイクなんで、コラボラコラボ、完全的に壊れにくい、まあ、壊れたって今直していただけるんで、はい、まあ、そのためにこうフォローの方がいるので、ファクトリーに、ね、はい、なりましたからね、はいはい、そうです、そうです、ファクトリーライダーですよね。小島選手、はい、小島選手はどうなの、うん、モトクロス板さん、まあ、小島ちゃん結構、小島ちゃん空中とかでミスってしまうと、もう飛んだ時点でもう曲がったりとか、もうその体勢はもうどうしようもないんで、その修正できないんですよ、うん、コーナーとかだったら、はい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 、はい、ブレーキかけたり足ついたり対応できるんですけど、もう飛んじゃったら何もできないんで、こうその時はもう本当に何て言うんですか、離すか、もうそのまま一緒にバイクと一緒にこけるか、これね、ジャンプバーンテーブルトップ上がってね、飛んだ瞬間、あ、やってもうたって思うのがあります、空中でやってもうた、やってもうたって思って、うん、もうこけた時は結構な衝撃なんですよ、やっぱスピードも高いですし、はいはいはい、結構なところが落ちるんで、まあ、大体頭打って全然記憶がないとか、一番危ない、パッと目が覚めたらこう医務室にいたりとか、そういうこと、純粋に痛そう、まだ止まんといたらどうなの、あのコース全校舐めるように、本当は止めたくないですもんね、そう、本当は止めたくない、止まんでもいいんでしょ、はい、レギュレーションで止まらあかんわけじゃない、まあ、レギュレーションではないですね、ほな舐めるようにずーっと、もう一切タイヤが地面から離れることなくね、でも多分それはめっちゃ遅いですね、遅いわ、飛んだ方が早いですね、早いですね、やっぱりスピードを落とすわけですもんね、その止まないってことは、なるほど、地面から離れるってことはやっぱスピードがついてるわけじゃないですか、なるほど、なんでそんなことみんなやんねやろなって思うぐらいすごいことやってるなと思うんですよね、児玉さん、はい、もうニコニコしてお兄ちゃんたちの話聞いてるけど、児玉さんも張本人ですよあなたもやってるんでしょ、登ってめくれて落ちたり飛んだり、面白い、面白いですね、面白い、であと、まあ、私もロードレースのことを飲んでトライアル教えるんですけど、うん、まあ、ちょっと笑っちゃったのが、うん、ちょっとこう斜面、ちょっと角度がついた、うん、まあ、アクセル開ければ登れるちょっと石みたいなのがあったんですけど、はいはい、もうロードの子がすごいこうエンジン吹かしていくぞ行くぞって、回転上げる、回転上げていくぞってなった時にうーんってなるんですけど、手前で一回アクセルを持とうとしてキキってブレーキ止まって、でこんなんあかん壁やん言うて、最初から分かってるやっぱあかん、やっぱあかんって言ってなるよね、なって、あ、そう見えるんやなと思って、もう多分慣れてらっしゃるんで、多分もう道しか、でもうちょっと開ければ行くやんっていう感じだと思う、あ、ちょっと開けるだけで本当はいけんのに、開けすぎるからあかんやな、まあ、そういう、もうあのケンちゃんさんとかガッチーさんはもうそこら辺はもうコントロールはすごいできるので、まあ、そこら辺はすごいなと思って、やっぱロードマスター、はい、かんあかんってこう、はい、なっちゃってるところが、あ、まあ、スピード乗せていきたくなるっていうのはあるかもしれないね、で外から見てて面白い、 なるほど失敗するとちゃうんじゃない、いや、でもね、宮城さん、今のね、エリカ選手、児玉選手、もうあのガッチ様、ケニー様のものすごいこうリスペクトというのが、はい、私トライアルのライダーの中でもね、昨日でもあのガールズトークショーの中でもすごかったんですよいや、まあまあでもまあそのちょっと話に行くとねはい、はい、まああの小川さんと倉山さん2人で18年間チャンピオン取り続けてんねんけど、この2人が、いやでもそれはね、どうかと思うんですよ、いや、どうかと思うんですよ、すごくない、11年チャンピオン取って7年、5年連続チャンピオン取ってって、この2人で18年間チャンピオン取り続けてるって、やっぱ僕らは一生懸命目の前の大会をやってるだけなんで、いいと思います、すごいな、うん、ただやっぱりこの日本のトライアル界をこう見ると、うん、もうちょっとなんか若手が育ってくれて、うん、ちゃんと僕らがこう負けていく方が、うん、まあ、活性化するんではないかなとは思いますよね、うん、まあ、でもそのなんていうのかな、やっぱりバイクをねしっかりとね丁寧に扱って、そのバイクのポテンシャルを引き出すということに関してね、やっぱりその時を重ねていって、またどんどん上手くなっていってるわけですよ、自分たちで、そうですね、うん、こう僕たちもこう現役時代25年以上、うん、多分やってますけど、25年以上ここ2人競争してんねや、はい、だってバイシクルトライアルから2人ともやってるやん、じゃあもう30年近く、はい、だってこの2人自転車のトライアルの2人とも世界チャンピオンやんね、はい、そっからスタートして、このトライアルとバイクのトライアルでもこれ全日本チャンピオンや世界戦参戦しながら、ずっと一緒です、すごいな、でもある意味それは幸せなことやね、そのなんていうの、いいライバルがね、ずっと一緒にできるっていうの、そうですね、ライバルいなかったら多分続いてなかったかもわかんですね、ここまで、なるほどね、はい、これでもその2人とも辞めるに辞められへんねどっちかっていうと、手を抜いて、ただ若手が育っても多分意味がないと思うので、うんうん、まあ、僕たちはこう手の内を全部見せて、うんうん、若い子たちが育ってくれるっていう形をこう期待はしてますけどね、なるほどね、児玉選手、うん、お兄ちゃんたちはそういう風に言ってくれてるよ、かっこいいもうただのファン
が今いいただのファンになってる、まあ、かっこいいね。めっちゃ個人的な話していいですか。どうぞ。いいですよ。もうガチ様になってるじゃないですか、うんうんうん、どこがかっこいいんやろなって話したことあるんですよ。あ、ね、冷静にね、冷静に、あの人のどこが好きでこんなにこうキュンとくるんやろうと。女子トークで、うん、女子トークで、女子トークでね、控室で喋ってました。そうそうそう、私も聞いてた。すいません、聞いちゃうちょっと差し置いてちょっと聞いとこう、ちょっと聞いとこう。いや、結論出たんですよ、うん、声やなって。あ、声。ちょっと待って、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 見た目じゃないよ。そうそう、そこそこ。なんか安心。いや、安心。なんか良かった。目をつぶって、あ、あの声。ほら、目をつぶらなあかんって。目をつぶらなあかんって思って。癒されるなっていう、こう、あ、声だな、声も、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 やり直してるから走りが一番に来てんっていうところで。でもね、あの昨日のね、あの控室のガールトークをバラすと、私とか他のね、女子ライダーもいたんですけど、あの、ケニー派もちゃんといて、栗山選手派はちゃんとおったって、ちゃんといて、あのヘルメットから出てる髪の毛がセクシーって話になりました。後ろ姿、後ろ姿、後ろ姿。いや、でもそういうそれぞれのやっぱキャラクターも踏まえて、もちろん強い方こそそれがかっこいいってやってるっていう。なるほどね、めっちゃフォローしてた。ちなみに、そう、小島選手もかっこいいわ。そうですよ、なんかなかった。小島選手がごめんなさい、トライアルのライダーの話しか、その時は帰ろうかな。ごめんごめん、僕だけポツンとなった。イケメンゾロやねんねっていうのね。ちょっとレースの話にも触れていきましょうか。はい、いきましょう。さあ、小島選手、はい、はい、まあ、昨年はいろいろ大変でしたけども、はい、今年のちょっとまた新しい新体制やということなんで、はい、ちょっとせっかくなんでここの新しい場所でね、ちょっと報告してほしいと思います、ね。お願いします。はい、森脇と声出てきましたけどね。そうですね、まあ、ご存知の方も、まあ、いらっしゃると思うんですけど、はいはい、去年、まあ、まあ、ずっと10年以上鈴木の、はい、まあ、ファクトリーとして、そうですよ、2006年、まあ、そして2015年度チャンピオンを取ってきました。はい、全日本チャンピオンを獲得して、まあ、ちょっと今年は活動しないということで、うんうん、まあ、去年、まあ、鈴木との契約は、はい、まあ、なくなってしまって、うんうん、まあ、今年から本田さんの車両を、うん、まあ、選択して、はいはい、まあ、地元僕鈴鹿出身なので、これはモータースポーツの街やからね。はい、まあ、鈴鹿の地域で、まあ、森脇さんと一緒にモータースポーツ大使っていうのもいただいていて、はいはい、まあ、それからつながってずっとこう、まあ、交流があったんですけど、うんうん、まあ、僕がそのベルズレーシングっていう、まあ、ベルってその鈴鹿の鈴を取って、はいはいはい、ベルズレーシングっていう、あ、その鈴なんや、はい、まあ、チームを、まあ、自分で、立ち上げまして、はい、まあ、そこに森脇さんが、まあ、協力してくれるっていうことで、まあ、森脇レーシングではないので、完全にこう森脇っていう感じじゃないんですけど、うん、いろんな形でこうサポートしていただいて、技術的なサポートとか、まあまあ、それも含めてチーム体制も含めて、うん、いろんなものをこう、まあ、サポートしてもらうというか、まあ、それがなければちょっと僕もレース活動していくのがすごく厳しい状態だったので、うんうん、まあ、本当に森脇さんのサポート、そして地元の、まあ、イオンモールさんが、うんうん、トップパートナーとして、うん、してくれることになったので、まあ、それをこう、鈴鹿オリジナルでちょっとこれからモトクロス界をなんとか、うん、まあ、盛り上げていけたらいいなと思いますし、まあ、本当小川さんとかは一緒に鈴鹿市と一緒にこう、そうだよね、イベントをね、同じ、はい、チームビタリがまあ鈴鹿出身なので、はいはい、まあ、本当に小川さんとはいつもイベントとかで一緒にやってますし、うん、鈴鹿からこうモータースポーツ盛り上げていけたらいいなと思ってます。なるほど、はい、だってね、小島選手はね、はい、鈴鹿市長賞とかももらってますよね。そうですね、市長賞も、はい、もらってます。なかなかだってそのやっぱり町にね認めてもらって、その行政の応援をいただいてるなんていうのは、やっぱり鈴鹿って町はいいね。いや、もう鈴鹿は本当にモータースポーツと支店芸にして、うん、まあ、去年、で2014年で10周年だったんですかね、うんうんうん、でその時に、まあ、結構モータースポーツをもうちょっと取り上げようということで、うん、今地域資源課の方々たちがすごくこうモータースポーツを盛り上げようと頑張ってくれてるので、うん、いろいろその鈴鹿市と一緒に、うん、まあ、行政と一緒にこう盛り上げていけたらいいなと。なるほど、小川さん、ちょっとどうですか、まあ、同じね、その、まあ、部門ではないですけれども、同じその土の上で競技をしてね、まあ、戦っているその仲間でもある、はい、まあ、地元の人がこれだけまた新しいスタートするっていうのはどういうのをご覧になりますか。いや、まあ、正直、まあ、ファクトリーっていう立場にいてからの、うん、プライベーター、もうほぼプライベーターに近いらしいので、うん、大変だと思うんですよ、うん、でもこう続けるためにこう自分から動いて、うん、こう体制作って、うん、基盤作って、うん、もちろんこう勝ちに行くっていうシーズンにするってことは、うん、まあ、本当すごいと思いますよ。
ね、はい、そうですね、大変だと思うんです、本当にでも、ね、これ、はい、ぜひはこれをもう皆さん応援してほしいな、ね、そうですね、はい、私も鈴鹿に連日滞在するときはあそこの大きいイオンモールよく行くんで、はい、もうちょっと買い物多くしようと思いました。はい、そこや、そこ、そこで、まずそこからなるべくお買い物そこでたくさんして、そうですね、でレジで小島選手頑張ってますよねって言うとこから一言声かけ、一言ね、じゃあ財布言う、レジの人は知らない、いや、まあでも その辺が、あの店長への声とかで、ね、買いついて、はい、皆さんでもできる小島選手への応援でございます。なるほどね、はい、さあ他の選手もちょっと今シーズンのちょっと動向を伺っていきましょうか。はい、伺いたいと思います、はい、じゃあどうしようかな、じゃあ黒山選手、うん、お願いできますか。はい、まあ取るぞ取るぞと言い続けて、約5年間全日本チャンピオンからちょっと足が遠のいてますんで、今年は間違いなく取らないとやばいなと思いますし、はい、もう取れるだけの準備はしてきたんで、なるほど、ただそれを取るだけです。開幕戦優勝、あ、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、日中からありがとうございます。ただでも去年もガチのっと、いや、でも去年もね、開幕戦で勝って、で開幕戦、そうです、で次の近畿も勝って、もう2連勝したから、もうこのままもう全部勝てるわと思ったら、一気にもう撃沈してチャンピオン取れなかったんで、はい、今年はあんまり大きなことは言わないようにしたんです。去年ね、まあ、開幕戦と2戦目近畿まで優勝してね、その後どういう好リズムに流れがなっていったのこれ。いや、ちょっと聞きたいな。マイク通さんと笑ってる。まあ、マシン的なことを言うんだったら、やっぱり夏とは言わないですけど、気温が上がってきて、それにちょっと対応ができなかったです。あ、なるほど。はい、オーバーヒートという言葉を言えば、まあ、簡単に言えばオーバーヒートです。ただ、はい、単純にオーバーヒート、エンジンだけのオーバーヒートではなく、もう全てにおいてのオーバーヒートで、ちょっとそれに対応ができなかったです。で、あとちょっと僕自身も怠けたわけではないですけども、オーバーヒートしてた、うん、それにちょっと精一杯になりすぎて、僕自身のトレーニングなり練習がおろそかになったかなと。なるほどね、はい、だから全てにおいてのオーバーヒートだと僕は言い訳つけてます。オーバーヒートって10回ぐらい言ってるね、オーバーヒート、はい、オーバーヒートよっぽどオーバーヒートしたのかもしれないけど、もう今年はやめます。まあまあまあ、でもまあなかなかそのライダーではこうね、管理できない部分もあったんだと思うんですけども、そうですね、はい、うん、やっぱりその開幕戦から2戦目のね、はい、いい流れのところからこうちょっとリズム崩してるなーなんて、まあ、シーズン途中で見てて思いましたけども、はい、いろんな理由があるんだ。そうですね、はい、まあ、それを踏まえてガッチさんに聞きたいところですが、まあ、ガッチさんお兄ちゃんなんでちょっと待っててもらう、最後トリを務めてもらうとして、児玉選手いかがですか、2018年のシーズン。そうですね、あと、まあ、2017年、まあ、2016からレディースクラスが始まって、はい、で今2017年走り、まあ、どっちともランキング2位だったんですけども、ずっとランキング2位争いを、優勝争いじゃなくて、はいはいはい、ずっと2位争いをしていたのが、まあ、2017年までにしようと思って。なるほど、もうそこで終わりたいなと今年は違うということ、2位争いじゃなくてちゃんと優勝争いをしたい、うん、いいやんか、それも全員だけなってるよ。いいフレーズ、あんまり大きく言わない方がいい、言ってきましょう大きく言ってきましょう、はい、なんでちょっと、まあ、まず優勝したことがないので、まずは1勝と。そうやね、はい、一つ一つ のレースを集中して冷静に走れるように、そして優勝できたらなと思います。で、まあ、1セクションずつでちょっと勝てたところもこの前の開幕戦であったんで、うんうん、その勝てるセクションをどん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 増やしていけたらいいなと思います。なるほど、僕ちょっとねお伺いしたいんですけどね、はい、その彼女のクラスでは、うん、まあ、1位を取ってるのは西村選手、はい、彼女のところっていうのは何がすごいのじゃん。まあ、やっぱりライバルが一番のライバルだよね。一番近くで見て、逆にもう特等席でいつも見させてもらってるので、彼女の走りはやっぱり、うん、振り、まあ、前後の振りとか、うん、まあ、あるんですけども、うん、そういうのはもう、やっぱ精度がすごい高いところと、うん、あとやっぱり引き出しが多いですよね、まだの引き出しが。やっぱ私は、まあ、修正、失敗しちゃったらそのまま足ついてこける、まあ、最悪こけるとかなんですけど、やっぱ彼女はその、うん、バランス崩した時のやっぱ修正とか、うん、そういう小さい本当に細かい細かいことを丁寧に走っているので、うん、そこを、まあ、自分も取り入れなきゃと思って。なるほど、分析してるね。もうじーって見てます。なるほど、ね、彼女のずっとお尻をじーって見てます、まあ、お尻見てる。はい、2018年。そうですね、まず開幕が先週、茨城県の真壁ということで開幕したんですけど、昨年に続き負けということでスタートしたので、まあ辛いシーズンのスタートではありますけど、まあ、やっぱり倉山選手はやっぱり
自分の中では認めていて、やっぱものすごくレベルの高いライダーですし、まあ、マシンのポテンシャルもすごい上がってきてるのが見てて分かるので、簡単なシーズンではないと思いますけど、やっぱりこう僕としてももう一回勝ちたいっていう目標はありますので、まあ、それに向かって、まあ、しっかり準備をして、まあ、このあと10月までシーズン続きますので、しっかり調整して戦っていきたいなと思います。拍手が起きましたね。そうですね、黒山選手はいやつまんないですよね。チャンピオン取るで言い切ってましたけど、なんかいやなんかつまんないなー、勝ちたい言ってたけど、それはチャンピオンいうことでしょ。まあ、とりあえず開幕戦は様子見て、第2戦からもうお前は俺に勝てないぐらいのなんか勢い言うかなと思ったら、なんかお兄ちゃんだったな。本当は言いたかったですけど、うん、あの選手すごい大差で負けたんですよ。あ、そうやったの。本当にボロ負けなんですよ。コテンパンにやられた。とてもね、言えるような状況じゃなかったんで。ほんまにコテンパンやった。コテンパンでした。でも2位やね。2位中2位でしたけど。2位やねんけど、はい、それはやっぱりその選手の中だけで分かるコテンパン具合があるんやな。はい、おっぱいぐらいです。ロードで言うたら、小川選手が最終コーナーを回ってるぐらいに僕チェッカーフラッグ受けて手振ってましたもん。あ、それコテンパンやわ。それの差あり。それはコテンパンですよ。それは鼻の鼻の差やね。気持ちよさそうに言うたわ今。そんな状態だったね。なるほどな。まあ、でも頑張っていきます。やっぱりいろいろあるな、うん、さあそんなですね、今のお話を踏まえつつ、皆さん、はい、さあこの関西圏近畿圏ではどこに行けば見れるんやと。あ、そうですね、はい、それをお伝えしていきたいと思います。まず小島選手がエントリーされている全日本モトクロス選手権ですが、こちらは、まあ、全レースだと4月から10月まで、日本各地で全9戦ということで、近畿エリアでは9月の8日9日、まあ、ちょっとね先になりますけども、はい、9月8日、9日に奈良県の名阪スポーツランドで第8戦と、もう最終戦1個前の、はい、そんな危機迫るタイミングなんじゃないですかね。これ名阪が一番近いね。そうですね、関西の人からすれば。そうですね、関西から一番近いですね。関西から一番近い、はい、じゃあこの大阪を中心として、じゃあ見に来てほしいところはどこですか、言ってください。まず名阪、名阪、はい、そして広島の、セラっていうところに、はいはいはい、後楽園、グリーンパーク後楽園っていうのがあって、まあ、はい、ここからでも多分3時間半、4時間ぐらいで行けます。そうやね、はい、だいぶ遠いけどね、広島ね。そうですね、はい、まあ関西圏やね。関西圏は、はい、いや関西圏はもう1個しかないんですよ。なるほど、名阪しかないので。なるほど、はい、三重県の鈴鹿市では開催されないの。されない。あ、されない。あ、なるほど。ないですね。ないですね。昔ね、鈴鹿サーキットのコースあったけどね。はい、今近畿圏はもう本当に、名阪スポーツランドの大会だけになっちゃってる。なるほど、はい、それいつやるって、もう一回言って、はい、全員に見に来てもらおう。はい、皆さん9月の8日9日です。9月の8日9日覚えてください。これまた台風シーズンですよ。9月の8日9日そんな情報いらないですよ。いや、もうね、いや、モトクロスで見てて面白いな思うのね、うん、もうドロドロ当たったでしょ。いや、あのね、これがね、また台風シーズンでも、うん、台風当たったことはこの何十年、僕がレース、うん、まあ、15年ぐらいで日本出てますけど、うん、台風は一回も当たってないんですよ。そうですか。で、なるほど。なんですけど、うん、意外と、降らないだろうっていう時期に、うん、めちゃくちゃ降ったりとか。なるほど。大雨はよくあるんで、なるほど、もうそれはもう覚悟して、はい、ドロドロになりながら。そうですか、はい、でもう分かりました、はい、ぜひですね、まあ、名阪に、ね、ね、応援に駆けつけてほしいなと思います、はい、まあ、結構なお天気でも雷以外は実施されると聞いてますんで、はい、どんな洪水雨でも走ります。はい、はい、でも服装だけ皆さん長靴と、はい、ドロドロになってもいい格好で、うん、間違ってもここに来るような綺麗、ね、な格好では来ずに、ドロドロになってもいい服装で来てもらって、まあ、でも それが楽しいね。そうです、まあ、モトクロスもトライアルもそういうレースの天候での順延はないですから、基本的にね、ないはずですから、スケジュールは皆さん年間で組みやすいと思いますから、はい、ぜひともしっかり行っていただきたい。雷が鳴ってない限りは開催します言ってましたよね、この辺ね。強行突破です ね。そうですね、強行突破で、はい、名阪スポーツランド、まあ、近いんで、はい、まあ、ここから本当に1時間半かからないと思うんです、はいはいはい、で、まあ、僕の地元の大会ということもあって、はい、まあ、第8戦なんで、それぐらいにはこう優勝できるようにこういいね、マシネード、そんな遠慮せんで、開幕戦から言ってくれていいよね。開幕戦から行きます、はい、頑張ります、はいはいはい、さあそして、トライアル、全日本トライアル選手権2018年はすでに、まあ、第1戦始まっているということで、日本各地で第7戦行われます。近畿では4月15日に和歌山県の湯浅トライアルパーク、これが第2戦ということで、はい、もう間もなく、はい、4月15日。ここもどんな天候でもやるんですか。やります。やる、はい、ちなみにですけど、過去1回警報が出た時に、うんうん、ロードとモトクロスが中止になった
時があるでしょ。ロードとモトクロスが警報で中止になったか、中止になったか延期になったか、なんかあるんです。あ、まあ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 、ありますよ。僕らの時代も一回ありますよ。あのその時トライアルやったんです。なんでそんな競技トライアルだけやったんです。それ何年前ですか。何年前でも小川さん勝った試合やる。よう覚えてるわ。そういうだから覚えてる。僕もう中止になればいいのにと思って。なんで他のカテゴリーやめてトライアルやってもらってたのに。そう、僕が勝てたらやれって思うんですけど負けましたんで。トライアルも全天候型です。はい、やります。で、あの和歌山入ってすぐの湯浅インター降りてすぐです。約10分です。降りたところを、突き当たりになってますんで、それで右曲がっていただいたら、もういいですよ、もういいです、もういいです。10分後に着きますんで、はい、やってますんで、ぜひとも乗ってほしいなと。そうですね、あの湯浅は醤油蔵の町ですから、そういったあの食の観光も楽しんでいただけたらいいと思います。まあ、全日本もあるんですけど、はい、あともう一つちょっと告知があります。どうぞ。なんで譲りやん。今回ね、こうトライアルショーもやってますけど、それを実際に街の中でこう競技をしてみんなに見てもらおうということで、通天閣ってもちろん有名ですよね。その下の商店街で湯浅の翌週だから4月20日になるのかな、21日土曜日です。はい、に、はい、いやレースをやります。レースって何、大会は通天閣の、大会です、大会です。こう通天閣を見渡せる商店街ありますよね。商店街のエリアとか、よく写真であるとか、あそこの1箇所を封鎖して、はい、セクションをね、5セクション要人工的にコースを作ります。作って、はい、今の現段階でスーパー A 級の、大多数のライダー、うん、ちょっと残念ながら全員ではないんですけども、うん、ほぼ大多数のライダーが出場っていう形で、うん、やります。これは全日本選手権ではないの。ないです。違います。エキシビションっていうこと。まあそうですね、まあ、ショーみたいなんですけど、一応ちゃんとした大会です、はい、内容はレース、結果は書いてますから、はいはい、へー、すごい面白いことやりますね、トライアル。僕何がびっくりしてるって、はい、トライアルの人よう喋ってくれるなと思って。そこ次はもう小島選手も探しちゃって黙ってるんですよ、これで。この2人の掛け合いはもう誰もついていけない。強烈やな。でもほら、トライアルのデモンストレーション、この後また2時からね、ありますけども、はい、去年からかな、エリカ選手もこの2人の間に私どうやって入ってやってんのかなと思って、すごいね、入る時あんのって聞いたよね。ゴールドトークで、うん、もうここの掛け合いはすごい、うん、でも一瞬ちょっとこう開く時があるんで、息継ぎみたいな、息継ぎみたいな時があるんで、その時一瞬次の回は一切当たり、あ、やばい。今の聞いたらそれはもうバリーお兄ちゃん、バリーお兄ちゃんが出てきた。バリーお兄ちゃん、負けず嫌いだ。お兄ちゃんがいじりますね、ここで。まあまあ、もうぜひぜひですね、はい、まあ、この近くの大会、そしてその通天閣の下の大会もこれ見に行っていただきたいと思いますね。はい、そうですね、はい、さあということで、皆さんをお迎えしての MFJ モーターサイクルスポーツステージは一旦ここで区切りとなりますんで、最後にじゃあもう一言ずつね、喋りたいと思うんで、一言ずつ会場の皆さんにメッセージをお願いいたします。小島選手からお願いします。はい、今年はちょっと新体制で、なかなかちょっとこう自分も準備でいろいろ忙しくて、本当に今までのシーズンとはちょっとこう一味違うので、ちょっと不安もいっぱいありますけど、本当に応援してくれてるファンの皆さんや、自分を支えてくれてる、まあ、チームみんな、スタッフとか、スポンサー様皆さんがこう一緒に、戦ってくれる人たちのためにも、今年は、頑張って、優勝、とりあえず1勝を目指して、頑張りますので、本当にモトクロスも、近場で見ていただけたら、迫力のあるレースが見れると思いますので、ぜひ会場に足を運んで一度レースを見ていただいて、モータースポーツ、まあ、トライアルも含めて、盛り上げていきたいなと思いますので、また応援来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。2006年そして2015年の全日本チャンピオン、モトクロスチャンピオンの小島洋平選手でした。ありがとうございます。さあ、ではそんなお隣で、はい、児玉選手お願いします。レディースクラスが3年目となって、まあ、先ほども言ったんですけど、まずは1勝で、まあ、チームスポンサーさんがすごい支えてくださっているので、まずは自分が一番高いところに1回は行きたいと思いますので、残りもう6戦1戦終わっちゃったので、残り6戦、あと6回しか見ることができないので、今年はぜひぜひもう4月15日は湯浅に来ていただきたいなと思いますので、レディースクラスの応援よろしくお願いします。今シーズンはチャンピオン目指しますよ。はい、優勝争いをする児玉選手、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、そして児玉選手お願いします。はい、そうですね、僕は
とりあえず開幕戦1位になりましたけども、やっぱりチャンピオンを取るっていう方が重要っていうのは分かってますんで、もちろん第2戦以降しっかり勝って走っていきますけども、やはり結果的に全日本チャンピオン、要は、12回目の全日本チャンピオンを目指してしっかり頑張りたいと思います。であとは例えば4月21日だとか、あとは夏場とかいろんなイベントが増えてきますので、トライアル含め、モータースポーツを、普及していろいろみんなに、知ってもらいたいなと思いますので、また何かであれば、顔が皆さん、お会いできれば嬉しいかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンピオン奪還に燃えてます栗山選手でした。はい、ありがとうございます。小川選手お願いします。まあそうですね、最終的にはこの2人で多分戦うことになって、どっちかが多分チャンピオンになると思うんですけど、まあもちろんこう自分も力抜く手を抜くことなく、しっかりシーズン通して戦っていきたいと思います。あとまあ MFJ としてはやっぱりこうトライアル、モトクロス、ロード、まあ他のカテゴリーもありますけど、まあいろんなところでやっぱこうレースは生で見てもらうと楽しいと思いますので、ぜひね会場に来てほしいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ディフェンディングチャンピオン6年連続を目指しますね。素晴らしいね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあということで、改めて皆さんの所属チームとお名前をご紹介しておきましょう。ベルズレーシング所属、小島洋平選手。そして HRC クラブパワークラフト、児玉エリカ選手。ヤマハファクトリーレーシングチーム、黒山健一選手。HRC クラブ三谷小川智之選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。盛大な拍手をお送りください。ありがとうございます。さあそしてステージ